おはようございます。ますチームジェルパックです。ようこです。ゆうこです。よろしくお願いします。はい、また今日もサーフィンをしてきました。あら、何です、何ですかこれは。でこれがですね、岩に見えるんですけど、アザラシですね。あ、アザラ、かわいいですね、はい。ハワイアンモンクシールというアザラシです。動いてますね。かわいい。起きたんですかね。で珍しいんですよ、見れるのが。で私も年に4回くらいしかお目にかかることないんですけど、今回はねラッキーなことに撮影できました。ありがとうございます、はい、で今日はちょっと海の生物をご紹介してみたいと思います。いいですね、はい、じゃ行ってみましょう。はい、結構透明度高いですね。そうですね、サーフィンするところこんな感じで魚がねたくさんいます。あ、本当ですね。ゆうこさん潜ったんですか。潜ったりサーフィンしたりっていう感じですね。綺麗ですね、はい、魚がね多いとこんな感じでもう見渡す限り、すっごい多いですね、こんなにいるんですか。こんな感じですね。何の魚ですか。ちょっと皆さん何でしょう。はい、お、ゆうごさん早速乗ってますね、はい、そうですね、かっこいいですね。あのサーフィンしてると結構大物の生き物がね見えたりするんですよ。何ですか大物の生き物って。クジラとかですか。カメをカメクジラの後だと言いづらくてあれです。カメを見つけました。これ今あカメがいるなって思って、乗るのをやめて、このカメラをですね、サーフボードから外してカメ映してます。どこですか。あ、本当いますね、左手に。はい、見つけました、この左側の、ね、左手にね。あ、かわいいですね。アオウミガメというお名前ですね。優雅に泳いでますね。でこの時もまたね大物の魚を見つけました。あ、いるなと思ったんでまたカメラ外して。優子さんなんかヒゲ生えてましたよ。夕方だとヒゲ生えちゃうんです。あ、すごい大きいですね、はい、このお魚。これがアジですね。アジですか。あ、ハワイではウルアっていうウルア風に呼ばれてます、はい、よくはい、お店で売ってますね。お店で売ってます、はい、この見ます、はい、平アジ系の平べったいアジの総称をウルアって呼ばれています。こちらではハワイの。でちっちゃい時幼魚の時は、パピオっていう名前で呼ばれてますね。可愛い名前ですね、はい、すごい夕日が綺麗ですね。ここにも今映ってますけどね、アジが、うん、あれ釣りする人に人気なんですけど、一応30センチに満たないものを釣り上げた場合は、うん、また海に戻さないといけないっていうルールがありますので。なるほどね、はい、それも一応お知り置きください。ゆうごさんすっごいキラキラして綺麗なんですけど。そうですね、ちょっとだんだん夕日が綺麗な時間帯。すごい綺麗ですね、はい、ワイキキの夜景というか太陽が、はい、反射して綺麗です ね、 綺麗な時間帯ですね。ダイヤモンドヘッドもくっきり見えますね、はいはい、もう波から透けて見える夕日もねちょっと撮れましたんで見ていただきたいですね、うん、結構ちょっと夕日が透けて見えてるんですよ。ゆうごさんかっこいいですね本当に。はい、で今日も暗くなってきたんでこれで帰ります。でこう帰ってる時に、まだアザラシいるなと思って、はい、まあ、見ていただくとこうカラーコーンが立って、はいはい、人が近づけないようになってるんですけどね、でハワイではこういったアザラシとかウミガメとか近づいてはいけないので、まあ、もし見かけてもこうやって遠巻きに見守ってあげてください、はい、でハワイアンモンクシールは3月から5月が一応子育ての時期ということなので、そうなんですね、はい、まあ、運がいいと子供を育ててるモンクシールを見ることもあるかもしれないですね、ということで、はい、はい、じゃあまた次回の動画でお会いしましょう。マハロー。